はい、おはよう、6時です、9月4日が、東京天気鈍いですが、ちょっと俺の話、言い分聞いてください。ちょっと昨日の流れでいつもだったら早く寝るんですけども、TBS 歌番組、サウンドインS、BS さんですね。これ、ね、月に一回やってる。まあ、これにちょっと呼ばれまして、アニメ特集とかで、ね、そういう番組が、一曲歌ってもらえないか、いい歌歌う。で、ルパン三世歌ってくれって言ってるんだけど、ルパン？ルパン？足元に絡みつくのエンディングの方だったら行きたかったんだけど、チャッチャラッチャラッチャラーン、タランタラーン。え、ちょっと俺歌ったことないなと思って、ちょっと、そのプロデューサー、服部くんに、ちょっと、アニメだったら、高校2年の時から部室で始まったガッチャマンっていうのがありますけど、どうですかって言ったら、あ、そっちでいいですって、数秒でもらって。で、昨日フルオーケストラでガッチャマンで、そして、名倉佳代子先生というダンシングスクールの先生の、下の、皆さんと8人と、なんかすごい派手に、歌うというリハーサル、あれと思ってつってこの TBS に入ったんですけど、 TBS に入ったらですね、その前の、収録が押してまして、1時間ぐらい押してるから、うん、で俺の隣の楽屋パッて見たら、こうなんていうんですか、あの三浦大知くんが、うん、僕の後に何曲か2曲かな歌うって言って、はい、あれずいぶん遅くなっちゃう、俺もあれで昨日過去も遊びに来たりして、押してるなぁ。やばい、このまま TBS の楽屋に泊まった方がいいかなとかっていう、お弁当あんの、俺食って寝ちゃえばいいんだよなぁなんて、これブツ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 言ってる時、大地くんもいるし、久しぶりなんつって、はい、で、話してたら、こう、いよいよ本番ですなんて言って、本番、スタジオ入ってったら、なんかこう、スタッフも、押してる押してるなんつって、押してる押してるなんつって、はい。で、俺なんかこんな、ちょっと、昨日も、でっかい声も出さない、歌も久しぶりだから、声がこんなガラ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 してて、出ない、あれ出ねえな、うんうんなんて、ああなんて、晴れば出るな、とかね言いながら、じゃあ一回行ってみまーす、なんつったら、歌って、じゃあ本番です、なんか、もうずいぶん巻いて、押したのを巻き返したい、みたいな。張り切ってどうぞーみたいな、ことになって、結局練習とかカメリハ含めて、2回しか歌えない。普通なんかここどうしようかな、こここんな感じがいいかな、うん、ダンサーのみんなとは絡みたいなとかって、なんか、何回かやったうちに本番に突入するのに。なんか自分のイメージもまだ何にもないまま、もう本番だから。まあそれがちょっと、プレイバックも、見てなかった、ないんで、ちょっとわかんないですが、まあ、おいおいその TBS さんの、放送、なると思いますんで、そのガッチャマンのテーマ、40何年、まあライブでは何回か歌ってるんですが、やっぱこう、部室で、高校2年の時に、サッカー部の前で、誰だ、ディアレディアオーからスタートしてったものが、フルオーケストラとダンサーとカメラの前で、豪華にやったその喜び、これ俺高校の仲間見たらな、まだ歌ってるよ、こいつ。これずっと歌ってんな、木梨。言ってんだろうな、なんて思いながら、本家、シモン・マザさんの、これが、第10位ガッチャマンのテーマー誰だディアレディアオ空の彼方に踊る影白い翼のガッチャマン本来のこう下正人さんのような細いこう高いところビービアオン、まあ、ビアオンはこっから来てますから、もともともうちょい出したかったなっていうのが、歌取り直ししてもらおうかなぐらい、このガッチャマンのテーマで、まあ、張り切ってやってます。一応は2回しかやってないうちの、2回目、これが放送されると思うんで、お楽しみにしていただきたいという感じで、その待ってる間に隣のスタジオに A スタジオで鶴瓶さんがいると、うん、お、ベイさん、もう帰っちゃいますよ、なんて言いながら、ダッシュで、1時間も2時間も待ってたから、楽屋の方に行ったら、鶴瓶さんがちょうど帰って写真撮ってるところで、うん、A スタジオのゲストが、柔道の金メダリスト兄弟の阿部兄弟。はい、おもう鶴瓶さんの、俺一切見なくなっちゃった。お前、
お前何しに来たんやみたいな。いやごめんなさいごめんなさい、写真撮らせてください。兄弟でこうちょっとこれ終わったらインスタ、はい、えベイさん入んのちょっとどいてとかって言いながら、お前誰に言ってるんや。お前ひどいやつやな。まあ4人で鶴瓶さん、あの鶴瓶さんに写真って撮って、昨日撮ってもらって、それがあの、あのまたなんかまあまあギャオは来ないだろうな、ギャオスじゃないな、まあ、違う番組でなんかこうどっかギャオスはほら追っかける番組だからゲスト呼ぶ番組じゃないから、なんかのタイミングで、まあったらタイミングよろしくね、さあ行きたいですなんて言ってくれて、やっぱりなんかキラキラしてましたね、兄弟がこの二人。そんな昨日でした。昨日だからもうお弁当もらってね、もう帰って話長くなっちゃうな、帰っていつものリズムと違うから、そのお弁当をこうつまみながらビール飲んでもなんか、あ風呂入んなきゃとか、汗かいたななんてこういうの言ってるうちに、もう早く 寝ようかなと思ったら、まあ、テレビガチャ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 しながら、で何時かな、10時半とか いつもより遅いなって思いながら寝て、そして3時なんですけど、今日の3時の目覚めがついに出ました。夢で起きたんですけど、僕の夢聞いてください、昨日の。うん、ハワイに今行けないじゃないですか、うん、ついにハワイに行けてるんですよね、その夢の中で、うん、そしたらあのホテル予約取って行ったはずが予約が取れてなかったんです。そういう夢なんですけど、嘘だ嘘だって言って変な思いながら、え、ここの辺の離れに泊まってくださいみたいなの言われて、やだやだって言ったのが起きたんですけど、3時、それが3時、そのやだこんな離れやだーっつってパッと起きたら、3時だったんですけど、変な汗かいてちょっと朝起きたっていうのが、今日の朝、みんな俺の夢、今日の夢聞いてくれてありがとう。それではノリ朝からわっしょい、今週のアタックベスト10第9位、ワールドカップアジア予選、日本対オマーン0対1で負けちゃった。うつむくな君は美しい、負けたけど美しかったっていう話なんですけど、ゲーム見ててこう寂しかったり、ん、自分が監督だったらこうだと思ったり、まあ、それを整理しながらもう一回得点のシーンを見たり、まあ、あの選手たちの、まあ、吉田君のコメントとか、それは鈍いに決まってます、コメント鈍いんですけど、そしたら俺も次の日、日刊スポーツを買いに行き、セルジオのコメントを読みたくて、そしたら一面でしたね、セルジオのコメント、セルジオのコメントが、決闘力不足でなくて力負け、これ乾杯よ。大きな字で書いてありました。決定力不足の話じゃないよ、はい、まあこういうことはアジア予選大きな大会では必ずあるということで、まあ特に雨、バウンドが伸びる、向こうは守ってくる、速攻しか狙ってこない、だからこうやってこっち側の代表も対策を整える、だけどあの負け方、あの負け方で負けていく代表が、悔しい苦しい、見てて苦しい、しょうがない、セルジュ言ってました、後半古橋一回も左サイドやったことないよ、なぜ左で使う、ま文ですけども文だったんですけど、セルジュはそう言ってます、確かにセンターでセルティックも神戸でもセンターから、まあ右サイドはやるのかな、左で使ったよ、信じられないよ、まあ、こういうコメントとかもこう照らし合わせながら振り向くな、君は美しい。まあまあ試合はまあたくさんあるんで、まあゲームは雨の日はああなっちゃうっていうのが、まあ昔からもう今ももう一昨日もそうですか、まあしょうがないんで、あと9ゲームある中で、まあ必ず巻き返してくれる、まあ実力はあるのに随分下のランクのオマーンにやられるってことがこっから起きるかもしれないけど、その対策しすぎ、雨のなんか考えすぎも含めて、自分がまあ監督の組織の中で、まあ俺が監督だった、セルジオが監督だった、みんな誰もが自分が監督だったら後半頭から久保と堂安じゃないのとか勝手なこと言います、結果論ですから、この辺がゲームのね、まあオリンピックもそうかもしれないですけど、ゲームのでかい大会はワールドカップ行くのが当たり前になってるこの代表、頑張ってください、あと9試合、俺ずっと見てっから、あ、それ今イチローのセリフ。ああやって一
一郎が誘導して選手たちに勝てるんだよお前らは。こういうゲームの気持ちの持ち方をしなさいと言った時に智弁が勝つわけです。どっちも智弁、智弁間違い、え味方にタッチしちゃったみたいなこともあるかもしれない。それないけど、まあゲーム、まあ団体競技っていうのはまあそうなっていきますんで、まあでも振り向くな、君は美しい、戦う男たちはかっこいいというのが第9位。さあそして第8位、ココリコエンドインスタライブ見てたの2名エンド君すごい面白いです、ね、2名しか見てなかったなおかつ今かかってんのはももクロの方です仕掛け早めに動いていこうじゃないですけど、仕掛け早めに動いた遠藤が、あ、なんか俺の真似してるとかしてないのはどっちでもいいんですけども、そやサウナみたいなどの子 の機会があったからちょっと今インスタライブ打ってみようって言って、もうよかれとしてみんな俺の今感じこんな感じですよっつってこう打った時に、なんか遠藤君がもうすごい笑すんですけど俺ら、まあ、竹山も一緒にね YouTube 回してたんですけど、ヒロミも後半来てもう腹が抱えて笑いに笑すんですよ。そういう気持ちで俺は芸能生活もう30年ぐらいになるって、YouTube もやったりいろんな番組も出てんだ、インスタライブみんなの気持ちを一つになろうと思って書いたそのインスタライブが見てるの似てそのそこだけ大阪弁が手っていうのを使ってきて見てどういうことですかこれ。そして2名が見てたのが1回4名に上がったんです。で喋ってる最中にもう1回2に戻って見て、辛いその言い方がまあ腹抱えて笑わせてくれて、まあ遠藤君もその戦いに臨んで、まあ振り向くな君は美しいと同じです、これから、もう徐々に前に向かって戦っていくと言っておりました。見て大概まあ何百人何千人も見てもらってんのに、その日に限ってなんかのトラブルなのかなどうかわかんないです。それだとしてもみんなフォロー入れてるんですよ。なんかあったんじゃないですかその電波がどの子、もう聞く耳ないし、その日にあったから見て、それだとしても見てまあそれはあのギャオでドキュメントをちょっと作るみたいな話してるんですけど、その時の気持ちとか今までやってきたこととかっていうのを映像にするっていうのがなんか菅、が張り切ってやると言ってましたんで、この辺もちょっと楽しみにしていただきたいと思います。そして時間食ってる第7位、 NHK の番組ウルトラ重機トンネルの工事の重機たち、俺見て感動した。喋るかとか U ターンできるトラックとかダンプとか、なんかすごいいい番組でっかい重機、はい、その番組 NHK の特集で見ました、はい、そしたらその最後にその重機を操る監督ですね、はい、ボス若林さんがこう言ってました。すいません、若林さんにとって重機とは一体何ですか。若林さんはこう答えました。相棒です。おーおーおーおお、だからなんか心打たれました若林さんにとっての重機、それ相棒なんだ、そんだけなんですけど第6位、 DD プロレスドラゴと墓後楽園ホール、いよいよ月曜日オンエア、高木社長対小長さんの戦い、高木社長にドロップキックした聞いたらしい、その曲とはドラゴと墓の入場曲 DDT プロレスサクセス決定。おさあ、いよいよ DDT プロレスのこの2人のテーマソングがこの曲に決定しました。お、この決定したと言っても自分が勝手に曲かけただけなんですけど後楽園ホール、後楽園ホールであの戦い、そして笑いがあったりすごい戦いがあったりする中でこの曲がかかり、自分たちも参加させていただき、ちょっと自分も反省点としてもう一回自分も戦えるんじゃないか、サイドで固められるんじゃないか、ドラゴンと墓、ちょっと反省したんで、もう一回、プロレスのリングで、ちょっと戦いに臨もうっていうのがちょっと自分の気持ちなんで、このサクセスが入りました。この辺のサクセス、このゆっくりちょっとフルで聞いてもらうのはまだですが、第5位、ギャオスピコ太郎とレコーディング、この後ギャオでもやるけど
この方向でいいのかどうかっていうのが少し狂言を見ればわかるよ。PPAP まあ小坂ピコ太郎がのお家行って、うん、お家にスタジオ作ってやはりすごいこの世界中にブレイクしてやっぱ新築も建てスタジオも作ったっていうのが今日この後ギャオスの方で見れますので、うん、そしてそのピコ太郎とアンクルピコまあピコのお兄さんとこうハモってコラボしたらどういう曲になるかっていうのもちょっと二人で探りながら、今なんとなく動き始めましたんで、もう一回こう俺がもう一回ちょっと音いじらせるとか、まあ、こんなのはどうだ映像にしないと世界配信にならないとかピコが言うから分かりましたじゃあそういうのも考えてこの今年後半なのかまたそれもちょっと動いていこうかなと思っておりますのでそうするとジャスティン・ビーバーまで届くかどうかこれつまんねえって言われるのかどうか、その辺の戦いにも臨んでいこうというのが第5位でした。第4位おもうまアイスクリーム食べるだけの映像1時間で号泣八王子は東京なのに八王子ひろみが、率いるそのおもうまついにアイスクリームを食べるだけ子供たちお母さん仲間たちが食べてる映像だけの1時間を見て後半のあの夏の思い出の曲がかかった陽水さんの曲がかかったりする子供たちが食べていくアイスクリームそして車の中でベトベト落っこちながら素敵な笑顔を見た時に号泣というか本当に感動して泣いていい夏だったなって思いました、そんな火曜日が待ち遠しいです木梨サイクル60周年コラボ T シャツの八王子まあその24時間テレビでヒロミが作って何日もかけてあの外人さんたちの相談をする部屋を作る姿も、一番こう動いてんなヒロミがいい年越えてぜいぜい言いながら、なかなかあの2人で、動いてるところでも心打たれましたその24時間テレビではオンエアできないところを有吉の、有吉ゼミで、2時間の特番やった時にやっぱこうやってこう一つ一つこの内装をやると形ができてみんなが使いやすいように、作っていく姿が心打たれながら、それは多分ウルトラ重機トンネル工事の重機たちと同じような気持ちでしたああこんだけ山を掘ってくれて次のところの場所へ行くん俺の話今日ちょっと長いですねあ木梨サイクルのそんな色味の、木梨サイクルのコラボ T シャツが昨日の夜発売して、すいませんもうほぼほぼやっぱ人気者ですから、八王子リフォームも、なくなりまして今するかすんないか一生懸命おばさんたち今集めて、するすんないをちょっとやってますんでそれがまたお知らせしたいと思いますけど、そんな、同時にやっぱ皆さんこうやっぱ皆さん感動はやっぱしたいからヒロミと木梨大君のコラボ T シャツとそして一緒にウォッシャー液の T シャツと、グアバジュースの T シャツもノリノリグアバジュースだよいや俺はコーヒーえタカもコーヒー俺はグアバっていうそのもう30年ぐらい前の思い出の T シャツ出してのとノリウシャイクウシャイク確認しろよピッコピッコっていう同時に2枚の T シャツも発売したんですけどもウシャイクとグアバジュースの T シャツは余っておりますそこにやっぱちょっと もう少々余ってる感動がやっぱないとそうですねやっぱ皆さんねこれ聞いてくれてたりインスタ見てくれたり記念サイクルのみんな買ってくれる人も打たれないとなかなか響いてもらえないんだなっていうのを再確認しながら、明日に進んでいきたいと思います第4位の後は第3位山本アナ朝なのに黒い服なのに今日可愛くしてきたなぜだ朝から優しい悪魔なんか昨日の過去もそうなんですけど今日山本ちゃんもこんな朝早いのに今日めちゃくちゃ今日なんか少し袖口がレースっぽくて、黒くまとめて、お化粧も整ってて、じゃあなんでそんな感じ出してきたの今日、イヤリングも含めて、今日はね木梨の会だ、もう
財布買ってあげる。おじさんの財布買ってあげたいもん。順番に。もう過去もさ優しいしね、山本ちゃんもこうやって優しいよね、うん、おじさんたち本番前に30分ぐらいね、佐藤健がバカだからうるせえから男の気持ち女の気持ちを永遠に話してるから、そうそうそう、こんな時男はこんな時山本ちゃんもどんどんガバガバ乗っかってくるから、そうそうそう、もうやられていくんだよね。そう、本当にやられちゃう。これ妄想でもあり、若い時の自分とか今の自分とかも、うん、ね、そう、なんかうるさかったね。今日うるさかったね。なんか性欲あるのに勢力ないみたいな。ラッパーかと思った。まさから本当に。さね、なんだね。なんかおじさんたち、俺はねそっちのサブで言ってる時にマイクがオンになってるからバンバン聞こえてくる。いえ、俺たちいえ50代いえ性欲あるけど勢力ね。イエスピース。イエスピースじゃないです。全然もうさ、どういうね。構成をしてくれてんのかと思ったら、普通なんか打ち合わせとかやるじゃん本番前、一つもねえからね。山本ちゃんになんか相談してんのかなと。まあそれがそれが急に第3位やってきました。そして第2位、キャンディス危ないドゥービー。さあ、危ないドゥービー、懐かしいですね。これももう私たちの中学高校生の時の曲でしょうか。第2位に入ってきました。これは、第2位に入ってきたんですけど、そのキャンディーズの、センターランさん、今週のスポットライト、スポットライト、ランさんニューアルバム、あなたの味方。あとでゆっくり書きますけど、なんか時間がないとかあるとか、そうなんなんか DJ も猫がうるせえからもう。なるほど、これトータス松本さんの曲、松本くんの曲が、あなたの味方ニューアルバム9月1日、もうこの間一昨日発売になったばかりです。ランさん9月26日日比谷、10月28日29日中野サンプラザ、動いてますランさん、いいですね。タイトル、あなたの味方。そして第1位、ホスクジュスカット、アニマライザー。土曜朝6時、木梨の会。土曜朝6時、木梨の会。番組オフィシャルパートナーの札幌一番、他各社がお送りします。札幌一番。札幌一番はラーメンだけだと思っているあなた、実は札幌一番にはソース焼きそばがあるんです。コクのあるソースが絡んだもっちり麺があなたの食欲を、夏こそ焼きそば。土曜朝6時、木梨の会。今朝のアシスタントは TBS アナウンサーの山本里奈です。 TBS ラジオクリーンサタデー、この時間はみんな電力より供給される長野県上伊那郡の横川ジャイシ発電所で作られた電気でお送りしています。いやいやいや、ペラペラごめんごめん、もう疲れちゃった。山本ちゃんおはよう。スカッとおはようございます。 なんかもう俺の仕事もう終わり。でもなんかいっぱい、もう朝から。いやいや、最高でした。ごめんごめん、地味中山本ちゃん。はい、おはようございます。なんかやっぱイヤリングの件でこう新聞でもう特集になってんだって。そうなんですよ、放置さんが載せてくださって、記事書いてくださって、ありがとうございます。心打たれたってね、心打たれてると記事になるのね。うん、そうっすかね。山本ちゃんもね、もうジミー中中心に。今日は、今日はでもロエベ。今日はそうですね。今日黒でまとめてきてるから、はい、さっき言ったように、何このなんか、こう綺麗に、か綺麗に可愛く。そう、ちょっと可愛くしてきちゃう。それにね、佐藤健さん、まあ俺もそうよ、まんまとやられんないよ。いや、やられますって。でもベラベラ返すじゃん、はい、そしたら倍ぐらいくれるから。本当に嬉しくなっちゃうんですね。嬉しくなっちゃう、本当に。どうしてそういうさ、なんか今日もう今日もこのムードを、そうですよ、ちょっと大人っぽく可愛くしてきてるからさ、もう無言になるのやめて。
ね、いやこれちょっと本当写真上げたいツイッターにみんなに分か見てほしい。やった嬉しい。ボトル一本、ボトル一本入れちゃおうかな。おーい山内ちゃんボトル入れなさい。あんたもなんか飲みなさい。本当にね、いいんだぞ朝から落ち着こう落ち着こう本当にやるヘッドラインニュース。新宿西口ヨドバシカメラ、東洋熱工業、大谷さんの提供でお送りします。土曜朝6時木梨の会。はい、6時半になっちゃいました。木梨のりたけです。 TBS アナウンサーの山本里奈です。ではここでヘッドラインニュースです。お願いします。ヘッドラインニュース。新宿西口ヨドバシカメラ、東洋熱工業、大谷さんの提供でお送りしました。時刻は6時33分です。ここからは木梨にほうれん草の会。月が変わりまして、今月番組をサポートしてくれるのは7月以来のご登場となります、はい、山陽食品の、はい、福井直樹さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。すいません、しつこく現れました。いい、嬉しいです。しつこくじゃないですよ。だってTBS 中で一番お金を TBS 営業に払ってる福井さんでしょ。ありがたいです本当に。そういうことになるんですかね。それで昨日の夕方も、あ、なんか夕方のラジオ聞いたら、うん、あの枕の、うんうん、ね、ブレインスリープの人が出ては、社長は出てないけど、なんかすごいバンバンこうやってるけど、あれ、ブレインスリープと札幌一番しかないのかなと思うたまたま昨日車その TBS 向かってる時に、はい、こうバン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 、だから福井さんとあの社長ね、はい、もう TBS はお世話になりました。テレコでずっとこのとこ やらせていただいてますよ。二社提供だ違うんですね、いろんなねスポンサーの方たち、そう、お世話になってますね。ありがとう。もうその方たちももうその来て一緒に朝、うんうん、福井さんばっかり出てるからそうかもしれませんそうかもしれない。そうですか。はい、福井さんどうも、いつも いつも大変お世話になっております。そんなに、そんなに宣伝することありますか、福井さん。いくらでもあります。いくらでもへ、今月はちょっと変わりまして、商品自体が全く違うものになってるんですよね、うん、そうなんですよ、うん、あの今回、まあ、あのいつもとはちょっと一味変えて、あの札幌一番のカップ麺のシリーズを、ちょっと盛り上げていっていただければなと思って。カップ麺だとよその業者の、もう僕はもう分かってますから、うん、いろんな業者の戦いがやっぱりあるわけでしょ。でも袋麺もありますよ、ちゃんと、はい、いや、カップ麺も、はい、もちろん袋麺もあるんですけど、カップ麺の戦いをこう望んでいくわけですね。まあアピールをしたいなって。ああ、なるほど、はい、どうなんですか状況的に、よその会社とこのカップ麺。そうですね、もっともっともっとあの当社頑張っていかないといけないなって思っているので。そうそう、はい、札幌一番のもカップ麺もあるじゃない。うん、あります。あるじゃん。うちはあの札幌一番丼って言って、まあ醤油、味噌、塩、ごまの4種類のシリーズがあり、うん、まあその他のカップスターとか、うん、そうね、焼きそばとか、カップスターなんか昔からさ、美味しい商品がいっぱいあります、うん、あるんですね。それまたなんか、はい、今日来たってことは、はい、そこ推しに、はい、はい、カップのシリーズを、はい、推しにやってまいりました。な、今回はその何出ました、カップ麺の中から8月30日にリニューアルしたばかりの新商品を紹介してくれるということなんですが、福井さん、さあこちらどんな商品ですか。はい、今回はですね、あの神奈川県川崎 の、うん、あの人気ラーメン店、あの元祖ニュータンタン麺本舗さんとタイアップしたビッグサイズの縦型カップ麺をご紹介させていただければと思います。タンタン麺だ、ニュータンタン麺って言うんですけども、でも結構大きめですね、サイズが。はい、あの縦型のちょっと大きめのサイズの、うん、はい、あの商品になります。あらら、今目の前に来ましたよ、このわ、いい香り、タンタン麺の、うわ、今日は昨日の夜は TBS のお弁当、そして今日食べるのが福井さんとこのタンタン麺ちょっと辛いんですか。はい、ちょっと辛めになってます。めちゃくちゃ辛くはないですけれども、うんうん、お子さんでも食べやすい辛さに、うん、そうですね、お店の方にはよく、ご家族連れとかで、お見えになる方も多いと聞いて、美味しいですね、これこの卵が効いてますね。なんだろうこれ、この
卵が多いね。美味しそう。卵多いの嬉しいですね。色はね、やっぱ担々麺の色してますよ、うん、それはそうだろうね。あー、これどういうあたりをリニューアルされたんですか。あ、今回はですね、はい、スープの方を少し改良させていただきまして、はい、コクと旨味をアップして、お店の味わいにさらにこう近づける努力を、いたしました。いや、ほんとこういうの美味しくなってきちゃって、もう本当にこの、わかりました、担々麺のカラーの黄色とオレンジ中心に赤と、はい、そうですね、いいですね。デザイナーは誰ですかこれ。はい、やっぱたくさんのデザイナーさんたちがここに命かけるからね。コンビニ行った時とか頼む時にもうそのパッケージで選んじゃうような、この我々のムードがあるじゃん、お客さんたち、うん、その戦いでもあるらしいよ、はい、でレジの近いとことか、はい、うんうん、いい置く場所とかね、そう、大変大切です、ね、そこにはね、やっぱカップヌードルさんを中心に、え、カップカップスターとか並んでるわけじゃん、いっぱいで横の方に行くとその焼きそばが並んでたりこうするわけだから、はいはい、この辺も戦いに臨むわけですよね。振り向くな戦いに負けても君は美しい、美しい、これ味はいいですね。ニンニクが効いてて、そうですね、もともと豚ガラの塩味ベースにニンニクを入れて、うん、で溶き卵と肉そぼろとあとは唐辛子ですね、うん、唐辛子これでいい、進める、いい、はい、本当に、もともとちょっと一風変わった担々麺みたいに見えるんですけど、うん、店主の方が中国の本場の担々麺を、うん、日本風の味にアレンジしようっていうことで、まあオリジナルでメニュー開発されて、はい、なんで担々麺ではなくてニュータンタンメンと名付けられた、うん、ということらしいです。うわー、これちょっとおにぎり食いてね。おにぎり、この辛さ、これを、ね、おにぎりとも合いますね。合うよ、はい、あ、なんか確か今日おにぎり、え、やだよ、もうエレじゃないか、お前持ってきてくれてましたよ。しかも塩蒸し、やっとお前仕事できるようになったのここ 2,30 年でも素晴らしいこの 2,30 年で一番今いい仕事した、ありがとうございます、ありがとうございます、うわ、塩結びきた、完璧、最高、こちょっと甘い、まず担々麺食べて、うん、塩むすびうまいな、これなに福井さん、これ新発売、これ塩むすび、塩むすびですか、いやいや、これセブン、これはもともとこの組み合わせですよ、いいですね、安心する、うん、余ったスープに入れてもいいかも、入れないね、入れない俺は入れない、入れない入れてないじゃんいや、なんかお店でもそうされる方がいらっしゃる、ああ、そうですか、そうですか、俺は入れないね、すごい、入れる派じゃないね、すごい、そこ入れないの入れない、入れんの、入れる派、後半ものによっては、おお、まあ海苔がね入ってたら入れづらいっていう気持ちもあるし、うんうんうん、でも塩むすびでも俺入れないね、入れない、うん、行ったり来たりしたいから、あ、そうですか、でも半分食べて残ったの入れないね入れりゃいいじゃん、一回入れますよ、食べてください、美味しいから、いや美味しいの分かってんだけどね、本当は猫まんまとかもう冷や汁だって大好きだし、はいはい、ね、冷めた味噌汁と冷えたご飯でもいけるタイプなんだけど、うん、ここは行きたくないんだな、なぜだか、なんでだろうなぜだか、こう麺まず全部いって、うん、で、なんとなくどこまで俺スープ飲んじゃうの、うん、もういいから、もういいからゴクゴクゴクって結構いっちゃうタイプなんだけど、はい、入れないね3分の1ぐらい残して、入れないよ、静かにしてろすいません、スポンサーでした、スポンサーです、当たりが強い、ごめんなさい、ごめんなさいまあね、まあ、リスナーによってもたくさんいるでしょ、入れる人は、いやいやいや、入れたら俺味変わるとか、ね、マジこうラーメンの後半にもうちょいこの何酢足すとか、うんうん、ね、黒酢足すとかとか、はい、まあいろいろアレンジはあるんですけども、そうです、ね、アレンジするんだよね、福井さんは、ね、入れる入れる、じゃあ入れる入れるよ、まあ、なんでそんな怒ってるの、ごめん、美味しい、美味しい、美味しいから、
さあということで今月のほうれん草の会では札幌一番のカップ麺に注目をして進めていきたいと思います、はいはい、そして番組ツイッターでもプレゼントキャンペーンを行っています。今日は札幌一番詰め合わせを5名様にプレゼントです。詳しくは木梨の会のツイッターをご確認ください。さあ福井さん来週もよろしくお願いします。終わっちゃったの福井さん、はい、来週またね。ごめんごめん、はい、じゃあ物がブツブツ言って新発売ね、はい、これ担々麺、担々麺ぜひ皆さん、うん、あのお試しになってください。ださい、これこれまたコンビニに置ける、あ置いていただいてるところですか、はい、じゃあ手出す、ありがとうございます。手出し始めます、ありがとうございます。入れないけど入れないけど固くなですね。食べ始めます以上木梨にほうれん草の会でした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ改めてさっきアニマライザーもランさんの曲もちょっと薄めだったんでランさんすいません、サビまで行きたいですね、これがいいですね、一番いいコメントじゃないですか、あなたの味方。もうちょっと待って、もうちょいで今ご飯終わるから美味しいちょっとメール1枚ご紹介しますね。お願いします。静岡県のむつみさん、おはようございます、8月23日フェアリーズ500体完成しました。私これをもちまして妖精作りを引退いたしますということで、この方のフェアリーズ500体、写真付きで送ったんですけど、本当だ、この方相当すごいですね。すごい、やったな、うわちょっと何かこれはおめでとうというかすごいよ、やっぱ素晴らしい、なんかプレゼントをあげたいです ねあげるあげる、はい、あげるけどすごい、感動した。ちょっとしょうがない、もうこれもうニュータンタンメンのもう箱詰めあげちゃおう、あげちゃうか、しょうがない、もうこんなクイさんオッケーオッケーオッケーですって、わあの塩結びもつけて、ね、おちょっとすそれに日にちが持たないんで、はい、じゃあニュータンタンメン福井さんがくれるっていうんで、あとしょうがない、はい、あのもう亡くなった世田谷ベースの所さんのコラボのやつと、なんか何枚かうちにあったって、八王子のじゃコラボのヒロミとナイサイクルのやつと T シャツ、うん、お今日今ないけど持ってくるわ、はい、うん、じゃこれ1枚そう、はい、あこれプレゼント用って言ったやつだっけ、これはですねまだプレゼント用です。そうですか、世田谷ベースとのコラボが4枚、うん枚、うん、これプレゼント、ああとこれあげるわ、このサクセス命綱、ホリケン科の、遠藤チームのグタ、そしてももクロ&ノリクロ Z、うん、ジグソー中井貴一さんのジグソーパズルの、はい、ほら配信だから、はい、この CD がないじゃない、これ我々の、スタッフがラジオ局とかに使ったらいいんですけど、うんうんうん、もっと前の、完成してないやつ、完成してないデモテープみたいのを本物と聞き比べると、あ中井さんのボーカルが少し上がってるとか、あここきっとつっついてるわとかずらしてるわとかっていうのが分かるぐらいのかな、どうかな、これをじゃあそのむつみさん、すごい、むつみさんにじゃあプレゼント詰め合わせをじゃあ送りましょう、あもうじゃあこれもあげちゃおう、もう頑張ってくれたから、先週3つが来て、あの丸ボロのタバコを忘れてった入ってるんですか、入ってる入ってる、3つの4本入ってる、おこの3つのタバコのセットと、あと世田谷ベース、はい、八王子リフォームの、はい、コラボものも詰め合わせで、じゃあ簡単麺も別口で送るということで、すごい、いやでもそれくらいすごいことを頑張りました。これ3つのタバコ、3つはご存知なんですか。知らないです先週そこのテーブル置いてあったからまたそうかなって、なかなかタイミングないからもう先あげちゃおう、はい、あとじゃあ、あと CD もう1枚ありますけど、もう1枚その出来上がる前の8月26日現在の、はい、8月の日にち書いてある、あ26日だと思います、はい、じゃあこれと世田谷ベース T シャツが何枚か、今4枚あるんで、はい、4枚と、はい、あとこれもじゃあ M と L1 枚ずつ、これは祖師ヶ谷ベース、おーかっこいい、祖師ヶ谷ベースの T シャツ2枚、今日はこんな家から持ってきたやつかな、じゃあこれもちょっと番組のツイッターの方でちょっと写真と応募方法を載せますので見ていただければ、公式ツイッターを見てください。こんなもんすごい、500体作った、やっぱりやり遂げた感じあると思うよ、すごいですね、俺はもう500いったんだけどね、1000、まあそうですねいける
いけるって。もう飽きた。時刻は6時50分です。土曜朝6時木梨の会、ここで物流は新領域へ、ロジスティードの日立物流がお送りする TBS ラジオ交通情報です。今日は桜井園子さんでございます。おはようございます。お願いします。お伝えします。警視庁から以上です。はい、桜井さんどうも。はい、おはようございます。桜井さんさ、はい、担々麺好き？大好きです。 OK。 じゃあ、はい、あの情報センターの皆さんに、みんないるそこの基地の皆さんに食べてもらうように、はい、福井さんから送ります。ありがとうございます。待っててください。いいよね福井さん、いいよね。あ、 OK 出ました。お願いします。ありがとうございます。福井さん何でもくれるから。ありがとうございました。次の交通情報はまとめて土曜日の中でお伝えします。土曜朝6時日なしの会、札幌一番。札幌一番はラーメンだけだと思っているあなた、実は札幌一番にはソース焼きそばがあるんです。コクのあるソースが絡んだもっちり麺があなたの食欲を、夏こそ焼きそば。土曜朝6時木梨の会、番組オフィシャルパートナーの札幌一番他各社がお送りしました。もしく女ですもの、無理もないワオボコイボーフレーズとも思わずに。さあ、先ほど CM 行っちゃったんで、もちろん1位はアニマルライザー星屑スキャット。これでもう5分ぐらいで終わる、はい、エンディング。ちょっと1枚まとめメールご紹介しますか。早いな、はい。宮崎福井さんばっかりだもん。都の城市ののりゆきさんから、木梨のりたけ店に行った小学生が書いた感想文が地元新聞に掲載されましたということで、あのコピーも送ってくださったので山本さんからちょっと。あら、ありがとうございます。木梨さんの作品角章4年、亜美さんという方からですね、はい、今週の日曜日は木梨のりたけ店に行きました。ありがとうございます。作品を見る前はなんで2日間しかない1日を使って絵を見に行かないといけないのか、それも角町から都城まで行かないといけないのか不思議に思っていました。でも1時間も待ったので中に入りました。最初はさっと見ていました。しかし詳しく見てみると名前が小銭くれわしなどの面白い名前やいそうな名前がありました。同じような絵でも近づいてみると模様などが違って面白いです。2階に行くときに顔をはめるところがありました。顔をはめて写真を撮るとお母さんが木梨憲武さんの顔の置物を本当の人間みたいに感知していたそうです。他にもお菓子の袋を使った作品などがありました。ここで作品を見てお母さんが木梨憲武店に行きたいと言っていた理由が分かりました。色の使い方は上手だし、さっと描いていても綺麗に見えるからだと思いました。夏休みは木梨憲武さんみたいに絵を描こうと思いました、ということが新聞に記載されています。いい子だ ね、 ね。お母さんもいいお母さんだね。そうそう、ありがとう。亜美さん、まあまあまあ、そうやってあのなんか、ほら、まあみんなこうやってご厄介作ってくれる人もいれば、まあ捨てるもんこうやって遊んでると時間も潰れたり、可愛いもんできたりとか、色の組み合わせが、まあイヤリングも山本ちゃんもそうやってなんか、あ、自分だけね最初はスタートしていくんですけど、それが趣味になってったりとか、まあこれみんな自分たちの世界何のジャンルでもいいんだけど、まあこうやってオリジナル作っていくと、まあ楽しくて、まあ子供たちも真似できて、それも自分で額装して家に飾ってとか、あ、もっといいのできたから飾り直そうかなって言うと部屋のムードも変わるとか、なんかそうやって遊んでるとたくさんね、あのやることありますんで、そうやって遊んでみてください。あとなんか今なんとなく俺のこと褒めてくれてよかったって言ってるでしょ、はい、そういうのいいね。いいですか。あの募集します。募集、あ、俺のいいところを、もう最もうこういうとこがいいとか、はい、こういうとこがいいとか、あのこれはもうもうノリしかない、こういうことってっていうところを募集します。マイナスとバットの方一切受け付けません。叩き破りますから、それは。これは多分毎週いいコメントばっかりだから、いいですね。ね、はい、読まれると思います。そうですね。はい、ステッカーを送り、あの紹介した方にはね、ぜひね。そうですね。
まあ、ほらみんなあの褒めて伸びるとか、うんうん、まあ、子供たちもそうかもしれない、うん、みんな大人もそうだし、うん、みんなうわ山本ちゃん今日来るとかわいいとか綺麗とか嬉しかったです、ね、こうなってくるとやっぱ褒められると、うん、一上がりするもんね、相談もしたくなるし、はい、山本ちゃんもっと乗っけてくれるし、はい、だっていい方へ繋がるから、はい、もう確かに、まあ、世の中ちょっと何でもいろいろガチャガチャってなりますから、はい、まあ、それだけを信用して大好きな人もいますけど、はい、そうじゃなくてもうこう上しか見ないシステムを、はい、じゃあここから作り始めましょう、うんうん、まあ、その出だしにちょっと俺だけを褒めてください、はい、ごめんごめん結構声出ねえのにごめんごめん今日のね、あのこの後のギャオもめちゃくちゃ面白いですよ。今日のピコが、はい、おうち初公開ねえ、楽しみだな。これはちょっと大豪邸だったね。そうなんですね。じゃあ今度遠藤ちも行ってみよう。遠藤ちも大豪邸なんだよな、うん、綺麗だね綺麗です、ね、でも遠藤さんの場合はあのインスタライブ見て見て2から1回4に上がったんだって、はい、4名見てくれてるんだって、はい、4から喋ってる最中に2に下がって見て、まあ、その言い方の遠藤が、ね、今遠藤と付き合ってた中で一番面白いねそれでなんかね、自分がまだ時間の気使っちゃって、その合わせて自分を含めて3名しか3名のやり取りしてるから、はい、なんか気使って変な汗出てきて、なんかコメントというか、あもういいよありがとうね、なんかまたライブ入れるからね、じゃあ YouTube の方もいろいろ見てねってこう自分のメッセージ出したら帰ってこなかったそれも含めて見てた。自分はもう50歳になって50歳になって、あ終わっちゃったじゃあ一旦僕はいつもここにいるよ